福岡のスーパーで大吉先生が肉屋で、えー、グラム800円の肉をやめて、グラム300円の肉を買っていました。<laughs> ああ、だからこう、しょうもない。もうしょうもない。これ、言われたとて、別にええやん。